そうなんだ。ね。あ、ごめん、ちょっとトイレ行ってくるね。私も行く。え？あ、行く？行く行く。あ、オッケー、行こうか。あー、授業めっちゃ疲れたね。マジだるかった。次なんだっけ。数学。数学か。え、数学だるの。え、ちょっと数学行く前にトイレ行ってくるわ。あ、私も行く。え、うん、トイレ行きたいの。いや、別に行きたいわけじゃないけど、うん、まあ行く。え、なんで。一緒に行こう。いやいや、あのさ、なんで一緒に行こうよ。あのさ、え、ちょっともう時間ないから行こう。いやいやいや、何ついてこないで。毎回さ、私がトイレ行くたびにさ、一緒に行こうとかについてきてさ、どうせあんたがトイレ行かないでずっとさ、手洗ってるだけじゃん。金魚の糞みたいに毎回ついてきてさ、何が楽しい。何が楽しい。一人でトイレぐらい行かせてくれ。もういい、もういい、もういい。え、そのファンデめっちゃいいな。え、これ？え、しかもデザインも可愛い。そう、結構いい感じだよ。使いやすい。私もそれ買おうと。あ、それ使おうと。よし、行こうか。うん。あ、買ったの？うん。いいじゃん。良くない？めっちゃ。うん。いいと思う。その色かわいいし、そのデザイン超かわいい。ああ、ね、私も買おうと、一緒にしよう。あのさ、毎回私と同じのですよね。見てもらっていいかな。私だって、自分がいいなと思って店とかでめっちゃ探してくれなんだっけよ。あんたに軽々しくコスメのいい情報教えたくないわけって。そうさ、同じにしたいだけの気持ちだったらやめてもらっていい。筆箱だってさ、あのストラップだってさ、下敷きだってさ、シャーペンだって全部お揃いにしてきてるよね。コスメの見てもらっていいかな。いい迷惑。超ウケたんだけど、ほんとに。あ、パツキおはよう。え、どうしたのどうしたの。なんかさ、うん、声キモくない。え、何が。え、なんか高すぎない。え、いつもめっちゃ低いんだよ。そんなことないから。かっこいい。耳痛。そうやってさ、わざとさ、男子の前で歩く私のこと言わないでも。悪く言ってないっていうか、ゆうちゃんがいじめてくる。そうやってた。私も忘れた。じゃあ言うけど、つうかさ、なんかマジでタクヤとかタツケとか、この声は誰。じゃあ、なんかうちが言ったこと。え、ちょっと、これがあんたの本当の声なの。そんなに。ほんと性格悪いよね。ねえ、タツキ、怖いね、女の子って。なんでマジ怖い。いや、聞いて、ね、この前さ、香りがさ、なんかタケル君と超イチャイチャしてて、そうなんだ、バカキモーって思って、なんかそれだけなんだな、まだしも、なんかタケル君と LINE いっぱいしてとか言ってきて、ガチキモかった。でも仲いいんじゃないの。いや、別にそんな良くないかな。めっちゃなんかいつもトイレとか一緒に行ってんじゃん。いやいや、あれはなんか仕方ないから、しょうがないから言ってるだけで。へー、本当にさ、あ、チャイムだった。また後でね。ああ言ういるじゃん。あいつさ、めっちゃ男好きじゃん。だから本当に誰のこと言ってんのかな。今私の名前聞こえたんだけど。いや、私のこと言ってたよね。え、全然そんなことないよ。あんた昨日誰の悪口も言ってないって言わなかった。悪口とか私が知ってるだけでも10人ぐらいは言ってるけど。いや、あ、しかもおまけにあなたの悪口も言ってたからね、この人。付き合わない方がいいと思うけど。うん、陰でなんて言われてるか知ってる。悪口ほらふきばばばばふきばば。嫌だったら悪口言うのやめなよ。やめる。わ、ごめん、やめる。やめろ。短くして足細いやってするやつ。全然どっちも細くないそう、どっちも細くないんだよな。加工でも、加工でキュッてやる。逆にめちゃくちゃ細くて
キモい感じ。あー、そうしよう。じゃあお願いします。もう折れないんで助けて。あ、本当に。あ、7やるわ。じゃあでも8ケース見て。え、でもそんなの確かにちっちゃい。え、もうやめるこれ。もうネタ自体やめるでしょ。うちら太すぎ。トイレについてくるやつ。よし、じゃあトイレについてくるやつ。うん、だ言ってんだよ。そういうことね。なんて言われてるか知ってる？悪口ホラチクピ。チクピ、ホラチクピはやばいだろ。ほんと人の悪口ばっか言ってさ、ホラッキー悪口ババーって言われてる。なんか音入ってんの。なんて呼ばれてるか知ってる？なんて生まれないから、嫌いに言われてもさ、何があるみたいになっちゃうから。